ドキュイジーヌは直訳すると料理団であり、主にフランス料理を提供するレストラン及びホテルの厨房内に組織されている役割分担と作業責任が明確に定められた調理師たちの集団である。英語圏の厨房でも一般にこのフランス式の故障が用いられる。調理工程の効率化を目的にして19世紀末に フランス人シェフのオーギュスト・エスコフィエによって考案された。従来の厨房では、注文が来るたびに手の空いている調理師から取りかかるという雑然とした作業が行われていたが、エスコフィエは調理作業を複数の部門に分割し、それぞれに専門のシェフを置いた組織構造を導入した。各人の役割と責任を明確に定めた。このアイディアは成功し、特に フルコースメニューにおいて一定の品質を保った料理を迅速に提供できるようになった。料理団の構成員は、シェフ、副シェフ、部門シェフ、準シェフ、コミ、アプランティといった職位に格付けされた。部門シェフ以下は、ソーシエ、ロティスウル、アントルメティエ、ガルドマンジェ、パティシエ、トゥルナンの各部門に振り分けられた。なお、カの職位と部門一覧は、 古典的かつ代表的な一例であり、実際は厨房ごとに様々な違いが見られる。階層構成は軍隊の編成に,にいる。シェフペッパーソースローストオムレツオードブルペーストリー、食器。ありがとうございます。